財政難にある京都市が373億円かけて整備している新庁舎に職員が入りきれない見通しであることが明らかになり、見積もりの甘さに市民からは不満の声が上がっています。市民の憩いの場動物園の値上げに敬老パスの対象年齢を引き上げ、財政難の京都市で様々な住民サービスに影響が及ぶ中、無駄遣いというかもう少し計画的にしてほしかった、京都が潰れてしまいます、市民から批判の声が上がっているのが、新庁舎のスペース不足と年間6億円超の賃料です。京都市は5年前から373億円をかけて市役所の整備を進めています。狙いは賃料の削減です。当時庁舎には2000人が勤務していましたが、それ以外の約1000人がスペースが足りないことから民間のビルで働いていました。新しい庁舎に3000人分のスペースを確保することで年間約4億円かかっていた賃料を削減しようと考えたのです。市役所はもともと本庁舎と西庁舎、そして北庁舎の3庁舎から構成されていましたが、整備により分庁舎を増築、他の庁舎の改修などにより床面積は3万2000平方メートルから6万平方メートルに以前に比べ約2倍になります。しかし木村智子記者、現在職員はいくつかの民間のビルに分散し業務に当たっていますが、新庁舎ができても部屋が足らず入居できない可能性があるということです。市はこの8年間業務効率化のため区役所から本庁へ医療衛生関係の部署などを集めました。その結果本庁に勤務する職員が増えてしまったのです。本庁舎に入るべき職員は4000人に、当初の計画より1000人分のスペースが足りなくなる可能性があり、結局民間ビルを借りることになります。今年度も6億円以上を計上しているといいます。京都市民からは不満の声も、無駄遣い、職員も多いのと違いますか、もったいないことばっかりしてはる、もう少し計画的に工事してくれたらよかったのに。京都市庁舎管理課は当初の目標の達成は現時点で見通せていないのが現状だが、組織を再編するなどして一人でも多くの職員が庁舎で仕事ができるようにしたいと話しています。